皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい今日は2022年2月の19日土曜日ということで、まあ、恒例のですね、で土日はちょっと緩めの記事ということで、 お話ししていきたいと思うんですが、えー、まずですね先日 Facebook に投稿したですね、えー、写真ちょっとね今日のブログの冒頭について写真なんですけど、えー、ご覧いただきたいと思うんですが、えー、こちらから見ていきましょうはいこちらですねテレビでやってました総勢18名のラブソングアーティストが厳選した最強恋歌ランキングベスト20と。 いいうのが発表されていたんでですけどでここでですねあの1位から20位までバーッと名前が出ていてですねまあ非常にもうねなるほどなと思うような楽曲が並んでいるわけなんですけどでここねちょっと気になったのは。 あのまあこのいろんなねラブソングが出てきたっていうのはいいんですけどこれずっと見ていくとですねこの例えば83年1位「ILOVEYOU」ってこれ尾崎豊なんですけどこれ83年っていうのが多分一番古いものじゃないかなと思うんですね。それから例えば89年の 99年のファーストラブですね、宇多田ヒカルですね、90年真夏の果実、サザンですけど、ラブストーリー突然に小田和正ですけど、この辺にね、83年からまあ90年ぐらいがあって、で95年ラブラブラブとか、カブトムシとか、94年のソラム飛べるはずっていうスピッツとかが入っていて、えー、君が思い出になる前にスピッツ2つ入ってますね。この辺が入っていて、そして99年本の これシナリンゴですねが入っていていこれで80年代から90年代が入っていてそしてこれで2000年代に入っていくと2000年代が実はですね2004年の「瞳を閉じて」そして「印」っていうのがミスチールですね「瞳を閉じて」平井賢さんのがあってここからですね2009年「やささであふれるように」ということで「ジュジュですねでここから2010年の「ウェア Wherever you are これ1億です、ね、があって、ここからちょっとないんですよ。ここから12年片思いって、これミワさんなんですけど、ここら辺がちょっと薄くて、そして前々前,前世が16年、別の人の彼女になったよって18年という感じになっていて、 ちょっとだけけここの部分がが抜ててる気がしているんですね。というのはこの2000年代が少しだけこう薄くてで最近の方は、まあ、最近こう印象残った曲なので当然ランクイ、e、ンに入ってきたりとかもしくはまだまだ歴史が浅いのでそのコに入らなかったりってこともあるんでしょうけど。で 結構この辺がねこうなんか失われた10年というかですね、えー、2000年2000年から2010年ぐらいが失われた10年じゃないかなって気がしてるんだけどこの時って何だったかって言ったらいわゆるジャニーズと、えー、AKB とそしてこの LDH というですねその、えー、いわゆるこう EXILE から始まる人たちが結構ね上位を占めていた時代なんですけどこっからもう1回ちょっと今ですねいい時代に来たのかなって気がしていますなんかあまりにもあのグループたちが独占してる時代があったんだけど最近は少しですねあのいろんなアーティストが出てきて またいい時代になったんじゃないかなって気がしていてですね。まあ、このランキング見てね、ちょっと思いましたということで、別に AKB とかね、あのがダメっていうことを言ってるんじゃないんですけど、やっぱりどうしてもですね、この偏ってしまったのかなという気はしていますね。というのは、この辺にね、この秋元康さんの記憶とか入ってきてないんですよねということなんですが、さあまあまあいいとしまして、で今日の本題はですね、 Facebook ページのですね2022年の1月分のですねいいね数ランキングとそして、えー、クリック数のランキングなどをですね紹介していきたいと思っていますはい、えー、いつものように YouTube のメンバーシップの方にこの先の動画を公開していきたいと思いますので、えー、興味ある方は動画の下の方から月額190円から学べます YouTube メンバーシップのデイリー会議の方に申し込んでみてください はいでは早速なんですがランキングをね見ていきたいと思います、えー、こちらの方からご覧くださいどうぞはいでは早速なんですが見ていきたいと思うんですがはい、第1位からいってみましょう